皆さんこんにちは。年度末のお忙しいところをお集まりくださいまして大変ありがとうございます。また久住先生ご紹介いただきましてありがとうございます。それから3人の先生方シンポジウム本当にありがとうございます。ランプの状態が非常に悪いところで、先生方にご発表いただいたこと本当に申し訳なく思っております。今直していただきまして少し明るくなりました。それからまだちょっと画面が横長で後で私の写真が出てくるんですけど見かける太って見えるかもしれませんがその点お許し願いたいと思います。今ご紹介いただきましたように私は大学生として教壇に4年ですね、院生として4年4ヶ月そして教官教員として、教官というのは法人化以前の状態は国立大学であったということですね。文部省直轄であった時代とそれから法人化した時代、教官と教員と合わせて28年で合計36年と4ヶ月ですねお世話になりました。本当に京都大学が私を育ててくれたと、そして研究者として一人前にしてくれたと、本当に感謝でいっぱいの気持ちでおります。で今日はその恩返しにならないんですけども、どんなことをしてきたかということをお話しして、最後の攻めをですね果たしたいというふうに考えております。で私の名前なんですけど小安ってよく聞かれるんですね。ちょっと変わった名前ですねとで言われるんですけど、小という字も安という字も普通の字ですね。でも小安となると非常に姓としては少なくなるのは確かです。でもどの町に行っても今電話帳ってあんまりないんですけども、昔ホテルで電話帳を引くと必ずその町には小安という姓はあるので、一応全国的にはあるのかなと。そしてもともとはですね小安神社小安観音小安地蔵といって、安産とですね子育ての守り本尊なんですね。これお地蔵さんに子どもたちが祀りついておりますけれども、こういった形で子どもを守るという働きをする神様であったり仏さんであったりというので、このせいではですね多分産婦人科やるか発達心理学者やるかどっちかがいいと思っておりまして、私は後者を選びました。でこれは皆さん方のお手元 のポスターのですね、小さなポスター の裏側に書いてある私の話す内容なんですけど、大事なのは発達心理学の観点ということと、発達の中で多重知能理論という考え方に大変惹かれて、それに基づいて研究してきたということでお話をしたいと思っております。でまず、デザイン学ということで、これは先ほど最初に石田先生に詳しいご説明いただきましたけれども、デザイン学というものと出会ってですね、心のデザインということを考える、本当にいい機会を得たと思っておりますけれども、じゃあ心って一体どんなふうにデザインされているのかとか、そのデザインとされた心っていうのはどういうふうに発達していくのか変化していくのかということを考えてみたいというのが今日のテーマというふうになって、前半のテーマですね。で後半のテーマは私自身の心がじゃあどんなふうに発達してきたかというかデザインされたかどうか分かりませんが、そういうことをちょっと考えていたいのを、前半後半というふうに分けて考えたいと思います。で心理学の教科書って、ほとんどが感覚知覚から始まってるんですよね。でそれはなぜかというと歴史的にそうだからということもあるんですけども、出発点はですね人の心を考えるのはというか人の心理というのは、物理とは違う要素を持っているというところがですね出発点ではないかと。心理学者は、心理学的現実というのは物理学的現実とは別のですねものとして成り立っているというふうに考えてきたということですね。で誰でも知っているミュラリアの作詞がありまして、矢羽根型のですね、矢尻と矢羽根というんでしょうか、で長さが違って見えると。でも客観的なこの長方形をですね置いてみると、同じ長さであるということは分かる。だから物理的には等しいということは測れるんだけども、でもこう測った上でもですねこれを外してしまいますとやはりこう、違いがあると感じざるを得ない。これが心理的現実だということだと思うんですね。別の例です。チェッカーシャドウ作詞というのがあって、これもご存知の方多いと思うんですけど、ここの部分とこの部分ですね、実は周りの正方形も中の丸も同じ色なんですね。つまりこことこの部分が同じで丸同士が同じだと。で同じであることの証明をするためには周りの部分を取ってやればいいんですね。周りの部分を取ってやります。取っていくとこれ大体同じと分かりますよね。ですから本当は同じなんだけど、でも先ほどのように見せられたらやっぱり違うと感じざるを得ない。これが心理的現実ということなんですね。つまり、物理的現実と心理的現実のズレがあるということはやっぱり心というものはどこかにあるんだということなんです。でもそういう心というものは見えないわけですね。そういう見えない心って一体どういうふうにこう我々は調べていけばいいかということですね。目にははっきり分からないけども
心というものはあるんだということになります。で、まあ、それをですね、またもう一つ別の例えで言いますとですね、これも有名な作詞でカニッツァの三角形と言われるものですけども、まあ、あるのは3つのパックマンみたいなものだけであって、三角形は現実には置かれていないのですけど、私たちはここに三角形というのを見てしまう。でちょうどですね、心理学のやってることってそういうもんじゃないかなと。心という見えないものに対して周りに何かを置いていく、それは観察であったり実験であったり調査であったり、あるいはテストであったり、いろんな方法を使いますけれども、そういう周りに何かを置くことによって心というものをですね、浮かび上がらせたいということが、まあ、心理学者がやってきた、ずっとやってきた事柄ではないかというふうに思っています。別の言い方をします。心という目に見えないものを取り上げるときにですね、私はメタファーということの関心がですね、ずっと昔からあるんですけど、メタファーというのは何か分からないものがあったときに分かるもので表現するということも一つの重要な機能なんですね。ですから心という分からないものがあったときに、それは物に例えてみると、例えば心が重いとか軽いとかですね、あるいは明るいとか暗いとか、広いとか、この人は心が広い人だとか狭い人だとか、あるいはもう心が弾むような気持ちだとか、心が萎えてしまうとかですね、まあ、こういったことをいろいろ言いますけども、それは物になぞらえて心というものを捉えているわけですね。だから心というわけのわからないものについて、何かもっとわかるものでなぞらえてですね、表すということ、これがメタファーの機能だというふうに思います。で私はずっとこういうメタファーを使っています。心というものを自動車に例えたらどうなるかと。それは、まあ、どこから見てもいいんですけど、まずエンジンというものがある。エンジンが何かというと、これはストレートにそう言っていいのかどうかわからないけど、感情のようなものですね、人を突き動かすようなもの、これがエンジンであると。そして今どこにいるか、どこを走っているか、これからどこを走ったらいいかというのはカーナビにあたる、これは認知ですね。そしてもう一つは速く走らせるためのアクセルと止まるためのブレーキというですね、こういう働きを車が持っていると同じように、私たちの心もですね、こういった4つの働きを持っているのではないかということです。ただこの4つをですね、2つに整理してみたいと思うんですね。1つは感情と認知という拮抗する作用であるということですね。でもう1つは後で言います、妄想と検証というですね、2つの働きです。で、ホットとクールのシステムという言葉を使いますけれども、まあ、このあたりが大平先生のですね、研究と随分関わりがあるところだと思うんですけれども、ホットとクールというのは何かというとですね、メタカルフとミッシェルの論文の中にこういう区分がしてあります。ホットシステムというのは感情情動的で、業を人を生かせる、進めさせるものであってですね、比較的シンプルな構造で、そして刺激に対してすぐ反応するような反射的なものであってですね、ホットシステムが、作動するのはですね、非常に急速であってですね、ストレスに対しても強いということですね。それに対してクールシステムは認知システムで、私たちがものを知っていく過程であり、その内容は複雑であり、そしてすぐに答えを出すのではなくて、いろいろこう、そこをですね、考えたり、繰り返したりしながら、結果を出すという反省的であり、その全体の流れは緩慢であり、発達的にはですね、後期に発達していく、そしてストレスには弱い、そして、ホットシステムというのは刺激から受ける、影響力が強いのに対して、クールシステムというのは自己自身を制御することの側面が大事だと、まあ、こんな区分があります。まあ、この区分が正しいか間違っているか、どの程度正しいか、ちょっと今は議論から置いておきますけれども、まあ、こういった見方ですね、ホットとクールのですね、両方のシステムが心を動かしているという見方が、まあ、あるわけですね。で、それに関して一番私が、まあ、素晴らしい実験だと思っているのは、ウォルター・ミッシェルたちのですね、満足の遅延研究、まあ、一般的にはマシュマロテストとかマシュマロ実験と呼ばれているものです。古くから行われている研究でですね、1960年代くらいからあるわけですけれども、1個のマシュマロをですね、目の前にした子どもにですね、もうちょっと待ってたら、3個あげると言って、その実験者は出ていくわけですね。で、子どもが待てるかどうかを見るという、そうシンプルなテストですけども、マシュマロ実験とかマシュマロテストっていうことを、キーワードで、ネットで引いていただきますとですね、こういった子どもたちの写真がいっぱい出てきます。マシュマロを前にしてですね、食べたいけど食べちゃいけないと言われたなと、でも食べたいなという葛藤ですね。で、自分自身のその食べたいという気持ち、感情を認知で抑えられるかどうかというですね、まあ、そういう一種の、意志のですね、強さを調べるような、まあ、そういう研究が行われています。で、1960年代に行われたこの研究、まあ、例えばスタンフォード大学とかそういう一流のですね、大学の、先生の子どもたちが被験者になっているんですけども、そういった子どもたちが大きくなってから20代30代になってから一体どういう青年に、あるいは大人に成長したかという追跡データも行われています。
それは日本人の正田さんも含むですね、ミシェル正田ピークというですね、人たちの論文として出ていますけれども、要するに子供の頃ですね、我慢して待てたということは、その人の将来の成長に非常に大きく貢献しているということですね。待てるということは非常に大事だ、セルフコントロールをできるということは非常に大事であってですね、そういった満足の遅延ができる子たちはストレスに強く適応能力が高かったり、学業成績が高かったり、あるいは社会的に周りの人たちからポジティブに評価されたりするというですね、そういうデータが出ています。こういう意味でですね、認知と感情の関係をうまくコントロールできる能力っていうのも発達の一つの目標であろうというふうに考えられるということになります。でもう一つのですね、拮抗作用として私は、妄想と検証というふうな言葉を言っています。この妄想という意味はですね、先ほども精神医学の方でお話がありましたけれども、統合失調症で起こってくる妄想ですとか、さまざまな病的な妄想というのもあるんですけれども、もうちょっと平たく想像と言ったらいいんじゃないかと言われることもあるんですけど、想像には違いないんだけども、よからぬ想像であったりですね、あるいは本当はそんなこと考えてもしょうがないんだけどもですね、ついつい考えてしまうような事柄であったりですね、そういったものをひっくるめて今妄想と呼んでるわけですね。でその妄想通りに動くと、ろくなことがないので、その妄想では良くないんじゃないかということを、検証するチェックする機能というのはもう一方にある。それが心のアクセルとブレーキということではないかと思います。3つぐらいの事例を挙げます。その前にですね、妄想というのは言い換えと例えば妄想の中でよくあるのは関係妄想というですね、この人は私を憎んでるのではないかとか、逆に好意を持ってるのではないかと、本当はチェックしてないんだけど、そんなように思い込んでしまうというですね、そういう、あるものとあるものの間にですね、本当は関係がないかわからないんだけど関係あると思ってしまうっていうのがその妄想だということですね。でそれは実は学問を発展させるっていうのもそういう妄想力だと思うんですね。本当はこれとこれとは関係がないのかもしれないけど、関係があると考えたときに、じゃあ後の展開はどうなるだろうといういろいろ考えてみるということですね。そういう妄想力というのは研究を行う上でやっぱり大事な力ですけれども、悪い方に行きますと、例えば国同士がですね、お互いの敵対意識というものが相互にエスカレートしていって、戦争や破滅の状態につながるということも起こりるんで、そういう意味で妄想っていうのは駆動力、どんどん動かしていく力だけど、動かす方向を間違えると危険だということですね。でその動かす、スピードを落としたりとか、動いていく方向を変えたりするっていうのが検証力だということで、そのバランスが大事だということなんですけど、そういう、妄想と検証のバランスということで、ちょっと3人のですね、どう言ったらいいんでしょうか、いろんなタイプの人なんですけど、1人目はハインリッシュ・リーマンという人ですが、ご存知の方もあるかもしれませんけど、ギリシャ神話の中のですね、トロイ戦争という話があって、ギリシャ軍がトロイに攻め込んでいってですね、アキレスとかヘクトルとか英雄たちが戦って、そして、ギリシャ軍が一旦引き退くふりをしてトロイに木馬を置いていくわけですね。木馬を置いていく、その中で、人が隠れていてですね、夜の闇に紛れて、門を開けてですね、再びギリシャ軍を招き寄せてですね、そして最終的にトロイが滅ぼされるという、その物語を子供の時に読んだシュリーマンはですね、トロイというのは一体どこにあるんだろうと、自分はそのトロイというものを発掘してみたいと思うわけです。でいや、あれはギリシャ神話物語なんで、そんな話はなかったんだよと周りの大人に言われても、いやきっとそんな話が無から生まれるはずはないと、きっとそういうことあったんだろうというふうに思う。だけども当時はまだ発掘作業ということも科学的に十分成立しておりませんし、そういったものが事業というにもなっていないので、すぐにそのことをできない彼はですね、まずは実業家になってお金を貯めるんですね。でお金を十分貯めたところで初めてその発掘作業を始めるということをやりました。だから妄想としては、妄想って実際は妄想じゃなかったかもしれないけど、そういうトロイという街があるんだということに思い込んでいるのは一種の妄想だとすると、でもその妄想をすぐには検証できなかったので、検証するためのプロセスをですね、歩んだ。それが彼の成功の秘訣だろうというふうに言われるわけです。私は言ったわけではないんですけど、ヒッサルリクの丘というところに今そういうトロイの遺跡のですね、発掘調査のところが観光地になっているそうですけど、ただシュリーマンが発見した層というのは、そういうトロイ戦争があった時代とはまた実は違っていたということも言われております。
2人目3人目は建築家に関わるもので、私は建築というものに大変興味がありまして、デザイン学に参画しているのも、建築家の門内先生はじめ、建築家の人たちと話ができるということも実は大きな動機づけにあったわけですけども、アントニ・ガウディですね、皆さんご承知のサグラダ・ファミリア教会ほかを作ったですね、スペインのバルセロナのですね建築家です。で、彼 の、 最後の作品ですね、途中で電車事故に遭ってしまって死んでしまうんですが、そのサグラダ・ファミリア教会は1883年、彼は実は2代目の建築家でですね、初代の建築家がうまくいかなかったので代わって2代目の建築家としてこの案を作るわけですけども、非常に壮大なプランなので20世紀には完成しなくて20世紀になってもまだやってる、私が生きてる間にどうもできそうもないなという気もしておりますけども、そういった建築はですね、実はかなり古代妄想的に見えるかもしれないけども、ガウディとしてはかなり緻密な計算で作ってるんですね。ですから一つ一つの形っていうのはかなり数学的にですね計算されたものでありますし、それから有名な例をですね、こんなものを作ってるわけですね、砂袋をずっとこう、つないでいってですね、聖堂の逆さにした形のものを作るわけですね。だから建物を作った時上から重さがかかるわけですけど、それは引っ張り力と、ある意味同じと考えてですね、どういう形にしていけばこの引っ張り力に対して安定したですね建物ができるかということを考えている、彼内の構造計算のですね検証力というのを持っているわけです。から2人目の建築家はですね、ヨン・ウツソンという人です。この名前は知らない人があると思いますけども、だけど彼の作ったシドニーオペラハウスというのは大変有名なものなので、これ若い頃のデンマークの建築ウツソンの写真ですけども、これ私が撮った写真なくネットからいただいたんですが、シドニーオペラハウスというのはですね、こういう、突堤のようなところの先端にあり、かつ向こうにハーバーブリッジという先にできた橋があります。でウツソン考えたのは、この建築というのは四方から見られるだけじゃなくて上からも見られると、だからどこから見ても美しいオペラハウスを作るにはどうしたらいいかというのを考えて、貝殻シェルの形という人もありますけども、帆船の形ですね、船の帆を集めたような形を作ったわけですね。で大変素晴らしい出来上がりになったんですけど、実は作るまでは大変でですね、検証の問題があったというか、当時の技術力の問題があったというのか、要するにこの貝殻のような帆のようなこの形をコンクリートで作る技術が当時はなかったんですね。でそれを開発しながら作ったもんですから、年数はかかるわ、お金はかかるわというのでですね、で予定の年月が経ってもできないので、とうとう彼は建築設計の立場からですね追放されてしまいまして、泣く泣くデンマークに帰ると。でも出来上がったら大変素晴らしいものだったので、世界遺産になっていますし、この建物がシドニーだけではなくてオーストラリアを代表する建築であるということは多くの人が認めるところであるわけですね。そういう意味で妄想と検証をつなぐ、技術的な問題はなくてですね、大変、ある意味悲運の建築家であって、彼自身は結局呼ばれたけどもオーストラリアに行かず、完成した姿を見ずに亡くなっております。で、こういったですね妄想が私たちのアイデアをどん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 高めていくと同時に、でもそれだけではダメなので、そのアイデアをどうやってこう検証して現実のものにしていくかというですね、そういったプロセスが非常に大事だということになります。発達の面でいうとですね、過剰拡張という概念があります。子どもたちが言葉を覚えていくときに、最初にある動物に出会ったときにお母さんが犬だよというわけですね。でそのときにこの個別の犬だけが犬というふうに子どもは考えないということですね。これに似たようなものは全て犬だと子どもは考えるわけです。ですから、この写真はですね、犬もいるけれども、キツネもいれば、タヌキもいればアライグマもいればオオカミもいるというですね、そういう猫もいますね。そういう中でまずは全部犬だと思ってしまった方がいいんですね。全部犬だと思うんだけど、でも次にこれに会った時はこれは猫だよと、これに会ったけどハスキーに似てる時でもこれは実はオオカミなんだよってなことを習うことによって、子どもたちは区別をつけながらですね学習していく。この方が絶対効率がいいんですね。一つ一つこれは犬 A である、これは犬 B である、これは犬 C であるというふうな形で覚えていくのではなくて、まず一括して似たものは犬と覚えていて、そこから犬と犬でないものを区別していくという学習が効率的であるということですね。でこれも一種の妄想と検証、犬でないものは犬と思う意味では妄想だし、それが犬であるかどうかを確かめてくるのは検証ということになりますね。そういう過剰拡張というのが発達の大きな原動力になっているということです。で
心の文字を生ということの話に移りたいと思うんですけど、じゃあその心はどういうふうにデザインされているかというときにですね、心というものは一枚岩のものではないという考え方ですね。言い換えると、心というものはちょうどオーケストラのようにですね、指揮者がいて私たちの心が動いていくのではなくて、むしろ室内楽的にそれぞれパートの人がですね、自分のパートを隣人と協調しながらですね、コラボレートしながら演奏していくような、そういうものとして考えた方がいいのではないかっていうのは、それがモジュール説ということです。モジュールという言葉自体はいろんな分野で使われていて、理系の先生だと、モジュールというのは普通に基本的なコンセプトだと思いますけれども、それ以外の分野ではですね、なかなかモジュールという概念がですね、うまくこう説明できないんですけども、要するに先ほど言ったようにですね、独立してるんだけども、協調的に働くような働きとして、ここではモジュールというものを考えていただきたいと思います。で、心にモジュール性があるということの証拠として4つぐらいのことが挙げられています。それはモジュール固有の障害があるということ、あるいはあるモジュールのみが非常に早熟である子どもたちがいるということ、あるいは全体的に知的レベルは低いんだけども、あるモジュールだけが突出してうまく発達していっている人たちがいるということ、あるいはもっと日常的にながら作業ができるということ、こういったことがモジュール性の証拠として挙げられています。例えば固有の障害というのは入力系であれば視覚障害の人もあれば聴覚障害の人もある。視覚障害の人はそれだけであれば耳の問題はないというですね、そういう入力のですね、固有性というものがあるし、中枢系でいうと言語障害のさまざまなタイプがありますけれども、その以外のですね、心の働きの面では特に問題がない。ただ言語障害というのは発達的な遅れを大きくもたらす非常にリスクの大きい要因ではありますけれども、少なくとも当初の段階では言葉だけの問題だとか、もっとさまざまな頭部の障害、頭の障害を受けたことによったりですね、あるいは病気によってさまざまな失認というものが起こってきますけど、顔の認識のみができなかったりするような、そういう症状とか、そういったですね、あるところの部分だけが障害を起こすということが、モジュール性の一つの、第一番目の証拠となる。二番目の証拠はですね、早熟性ということですけども、例えばここにチェロを弾いている男の子がいるわけですね。これはヨーヨーマなんですけども、ヨーヨーマのお母さんのマリナ・マート人がですね、我が子ヨーヨーという本を書いていますが、そこに書いてあることはちょうどモーツァルトの、子供の時と非常によく似ていて、お姉ちゃんが先にですね、音楽を始めるんだけども、弟の方がですね、お姉ちゃん下手だなと、ここはこうなんだよとですね、もうすでに3歳の子が7歳の子を凌駕してしまうところがあるわけですね。で、ヨーヨーマの場合はお姉ちゃんはピアノなんですけども、お姉ちゃんは弟がピアノ弾くの絶対反対ですね、別の楽器にしろというのでですね、彼はチェロを、小さい子供なんですね、でかい楽器の、チェロを選んだという、エピソードもありますけども、チェロを弾かせるとですね、もう本当に天才的な音を、子供の頃から聞かせてくれる、こういったことはいっぱい音楽の世界ではあるでしょうし、スポーツの世界でもあるでしょうし、囲碁や将棋の世界でもあると思いますね。ある分野だけの非常に優れた能力、その、ある分野だけのっていうのは他の分野が同等に発達してても構わないんだけども、ある領域に関してはですね、こういうことが起こりやすいということがあるということですね。それから3番目にはサバン症候群と言われるものですね。特に自閉症の子どもたちに、あるいは大人にですね、見られる、顕著に見られるケースですけども、全体としては知的な発達にですね、遅れなり障害なりがあるけれども、例えば非常に優れた記憶能力を持っていたりとかですね、計算能力を持っていたりとか、音楽の能力ですね、例えば初めて聴くピアノをですね、1回聴いただけで、ピアノ曲をですね、そのピアノで、再演できるとかですね、そういった優れた記憶能力やですね、演奏というかパフォーマンス能力を持っていたりする人たちがいます。多いのは画家の人たちですね。ここではスティーブン・ウィルシャー、これ T を読むのかどうかちょっと分からない、最近ネットでは T を読まない表記がありますので、ウィルシャーと言いますけども、彼はですね、イギリスのですね、黒人男性で、先に彼の若い子、小さい子の絵を見ますと、9歳の時に描いたセントポール寺院ですね、ロンドンの中心部にあるセントポール寺院、この写真の寺院をですね、こういう絵を描くわけですけど、特徴はですね、すごい記憶力でですね、まず建物に行ったらその建物をじっと見ていて、その場では描かないんですね。で、家に帰ってから記憶だけで描くというですね、そういう写真的なですね、記憶能力を持っている人たちですけども、そういった人たちはやっぱり世の中にいっぱい画家になっている人たちの中にも大勢いるわけですね。でも、例えば子どもの頃はですね、言語発達が遅れたりとか、全体的な知的能力が高いかどうか、よく上がる例は山下清さんなんですけど、
彼は同じようにですね、放浪の旅に出て、その放浪の旅で見たものをですね、帰ってから八幡学園というところに戻って書いてるんですね。そして彼の書いた文章というのは大変面白くて、句読点もない、ダラダラとしてですね、長ったらしいんだけど、いろいろ言いたいことが伝わってくるな、そんな文章の持ち主ですけども、そういった人たちの特徴というのは、ある能力だけが突出してですね、出る例というのも一つのモジュール性の証拠じゃないかということです。でもっと一般的には、ながら作業が私たちできるということはですね、例えば運転をしながら、これは身体の能力ですね、カーステレオの音楽を聴いている音楽能力で、同乗者と会話している言語能力、同時にできるわけです。でも多分ある音楽を聴きながら別の曲の演奏練習というのはできないことはないかもしれないけど、非常に厄介ですよね。それをやらせることは非常に厄介なので、同じモジュールのものをながらをすることはできないけど、別のモジュールだったら私たちはながら作業を、することができるっていうのもモジュール性の証拠じゃないかということになります。でこういったモジュール理論を集大成といいますか、ある種まとめてくださったのがハワード・ガードナーというですね、アメリカの心理学者です。左側の人ですけども、彼は最初はですね、ハーバード大学でですね、脳損傷の患者さんたちの認知能力の研究をするんですね。その中で先ほど言ったモジュール性ということに気がつく。ただ彼の最初の本っていうのはフレームズ・オブ・マインドとなってまして、モジュールというのはフレームという言葉を使っていますけど、意味としてはフレームはモジュールと同じと考えたらいいと思います。そして最初の研究ではですね、発表では6ないし7のですね、モジュールを挙げていて、その後ちょっと追加したりするんですけど、私は一番シンプルにはですね、こういう図に表したら一番いいんじゃないかということです。そのモジュールというのは、言語的な能力と論理数学的な能力と音楽的な能力と身体運動的、これスポーツですね、で空間的な能力、これは例えば絵画ですね、そして自分自身を理解する能力と他者を理解する能力で、いわゆる知能検査で測っているのは、学校でですね、適応がうまくいく能力という意味で、学術的知能と呼んでもいいし、あるいは、この残りの2つに対してテクニカルな知能と呼んでもいいんですけども、言語的な問題と論理数学的な問題と、図形処理の問題ですね、この3つからなるのがいわゆる IQ を構成している。それに対してガードナーたちはですね、芸術というものも高い知的能力に支えられているし、その発達が必要だという意味で、これは私が勝手に名前つけてるんですけど、アーティスティックな能力ということで、芸術的な知能としては音楽、それからスポーツですね、舞踊ですね、それから絵画やですね、それから造形といった領域、こういったものは芸術的な知能に入ると。それからもう一つ残る2つですね、最初はガードナーパーソナルな個人的なですね、あるいはパーソナリティに関わるですね、能力と呼んでいたわけですけど、それは自分自身を知る能力と他者を知る能力ということで、これは EQ という言葉は別のところが出てきていますけども、人格的な知能と、こういう7つのですね、独立したモジュールというのを想定するモデルでいろいろ考えてみたいということをやってきたわけです。でそれと教育との関わりというふうに考えていますとですね、このモジュール論からどんな教育論が可能かというとですね、早期英才教育であったり、保障教育であったり、全人教育であったりということになります。でまず早期英才教育というのは、子どもの時から音楽やスポーツをやらせてですね、後藤みどりさんのような天才バイオリストに仕立てたいとか、イチローのようなスタープレイヤーにしたいとか、そういうことをですね、親たちは考えます。で親たちがそういうことを考えることは、私はポジティブに受け止めておりますけれども、ただその子たちの能力と合った指導であるとかですね、あるいはその子の持っている思考性に合った内容であったりする方が望ましいと思いますけれども、もっと大事なことは、それだけに限っていいかどうかということを考えたときに、家庭ではいいのかもしれないけど、それは公の教育ですね、公教育としてやっぱりそれは具合が悪いんじゃないかということなんですね。あんまり特定のモジュールだけに特化した教育を早期にやることに対しては、非常に私はネガティブなわけです。でそれは3番目のところでちょっとまた触れますけども、保障教育というのは、あるモジュールが特に発達的に遅れがある場合ですね、例えば今では特別支援教育という言い方になっておりますけれども、障害児の教育ってことを、大体19世紀の終わり頃からいろいろ真剣に考え始めてたわけですけれども、そういった中で、
視覚障害の子どもたちの教育とか聴覚障害の子どもたちの教育とかあるいは身体障害を持った子どもたちの教育とか、そういったことを行ってきたわけで、それは、あるモジュールの遅れというものに対して、例えば言葉の遅れだったら言語治療のようにですね、対応したモジュールの教育を行っていくということですね。で、一番残っているのはやはりこの問題ですね。他者理解や自己理解についての教育、つまり自閉症の子どもたちに対する教育っていうのが難しいのは、そういう他者理解をどうやって深めていったらいいか、自己理解をどうやって深めていったらいいかということに関する、メソッドがですね、まだ確立されていないという問題が残っています。それから3番目はですね、家庭ではどんな子どもを育てると思ってもそれは親の自由なんですけども、学校というのは全てのモジュールの育成の機会を与える場所でなくてはいけない。よく小学校行きますと学校の、なんてモットーは知育得育体育、言い方はいろいろなんですよね。知育得育体育で、これは IQ と EQ と健康スポーツと、こんなものをですね育てることが学校の目標になっていまして、それでいいと思っています。いろいろ言われるんですけど、日本の学校はですね、例えばヨーロッパやですね、アメリカの学校と比べてかなり全人教育的ですね。例えば美術教育ってやってない国が多いんですね。ですから日本の子どもたちは地図書いてくれと言われると曲がりなりにもですね地図書けるんだけども、外国行ってですねどこそこ行きたいんだけど地図書いてくれと言うと書けないと、言葉では言えるけども地図書けないという人たちがたくさんいます。それは美術教育のやっぱり問題ですね。音楽教育にしてもそうですね。基本的に日本のいい面でもあり悪い面でもあるんだけど、学校に全部取り込んでしまっているということですね。それがある。でそれに対して欧米ではですね、学校でやる教育と地域でやる教育は違う。コミュニティがまだ教育能力を持っている。それは例えば、地域のですねスポーツ の, サークルであったりですね、あるいは音楽や美術のサークルであったりというですね、地域が教育力を持っている。その辺が違いがあるわけですけど、ある意味学校がそういう機能を持っているということ自体の強みっていうのもですねあるんではないかというふうに思っています。で大事なことは、目標としての全人教育というのと、評価としての全人教育を分けようということですね。つまり学校というところが子どもたちに対していろんなモジュールを育てる機会を与えることを用意すること、これが非常に大事だけれども、でも全てのモジュールについて高い能力を求めてはいけないということですね。そこは個性をですね尊重していかなくてはいけない。だからこの全人教育という意味、私はこの目標というのと評価というのは違っているんじゃないかというふうに考えています。でそういったことをですね、もうちょっと大きな大学生ですとか社会人になってどうやってですねその人の能力を生かしていくかというときに、よく言われるのはスペシャリストを育てるのかジェネラリストを育てるのか、特定モジュールだけを強いですね専門家を育てるというか、例えば社内教育というのも含めてね、そういうものを行っていく方がいいのか、それとも日本はご存知のジョブローテーションですね、いろんな分野を回っていって偉くなっていくという、そういうプロセスをたどります。かなりジェネラリスト思考的なですね、そういう組織であるわけです。で、それがいいリーダー、強いリーダーを生んできたかということに関して、やっぱりいろんな反省があったり、これからの課題があったり、すると思うんですけれども、これちょっと宣伝で、石田先生のオマージュですけれども、デザイン学は十字型人材と言ってまして、ジェネラリストであり、かつなんかとんがったところを持っている人を育てたいというのが、デザイン学のこの、柵のように見えますけど十字が3つある、そういう人たちを育てたいというですね、そんなことを考えているグループということになります。で、だいたい前半の話が終わりましてですね、どういうふうな観点で私が発達研究をしてきたかということを今お話をしたわけですけど、じゃあそういう発達研究をしてきた私っていうのはどんなふうに育ってきたかということですね、研究者としての自己発達というのをちょっともう最後の機会なのでね考えてみたいと思いました。で考えてみたら、あそういうこともあったのかと、ちょっと自分なりにですね再発見があったりしたので、そういったことをご報告をしたいと思います。で、私自身ですね何に関心があるかというとですね、割と子どもの時から世の中の仕組みが知りたいなと、ここはどうなってるのかなというですね、そういう関心が非常に強いんですね。そしてシンプルな理論が嫌いでですね、これは私の著書の中にも書いた言葉なんですけど、複雑明快でありたいということです。複雑明快っていうのはもう簡単に割り切るようなですね議論っていうのは面白くなくて、でもなんだか分かりませんよっていうのも嫌だと、複雑だけどなんかどっか明快なところが欲しいというですね、そういうスタンスです。
それから知と行動というのはですね、あるいは言葉と行動というのはやっぱり一致していなくちゃいけないんじゃないかというふうにずっと思ってきているということですね。ですから約束は守るものであり、守れない約束はしないべきであるという、そういう考え方を持っているし、ルールは一つであるというのは、自分に適用されるルールは他者にも同じように適用されるべきだというふうに考えているということですね。まあ、そんなふうな考え方を持っていろんなことを取り組んできたというふうに思っています。これ私です。ちょっと横広ですので実際もうちょっとつまます。私は先ほど紹介ありましたように、1950年に京都市伏見区のですね、今京阪電車で行くと住友駅のすぐ近くで生まれました。で6歳までそこで過ごしたんですけども、家族は社員、関西電力に勤めたサラリーマンの父親と主婦の母親とそれから兄です。その4人の家族でですね、これ私が兄がですね、幼稚園に私の年代って1年しか幼稚園行かないんですが、兄も1年幼稚園行って、多分その幼稚園の卒園の時の写真なので、私が、だから兄が6歳で私が2歳半ぐらいですかね、というふうな、そういう状況です。兄の方が比較的優しい顔をしていて、私の方はちょっとある意味しっかりした顔をしてますけども、ちょっと意志の強い子だったわけですね。それで私が生まれたのはこの住友駅の近くなんですが、隣の藤の森という駅にですね、今ちょっと名前が少し変わってますが、聖母女学院幼稚園というのがありまして、ここに1年間通ったんですけど、今 のお母さん方の話すとびっくりされると思うんだけど、幼稚園児が自分で電車に乗って隣の駅まで行って通ってたんですね。で帰りは先生が何人かの、子供たちを束ねて電車に乗って、この子の降りる駅で降ろしてやるので、私は住友駅で降ろしてもらってまた家に帰ると、そんな生活だったんですね。だから比較的子供の時から、独立心というのか一人でやるっていうことに慣れていてですね、でもそれでも時々幼稚園児ですからね、一番幼稚園で覚えているいくつかの記憶があるんですけど、一つの悲しい記憶は、雪の朝ですね、富士宮の駅からその聖母幼稚園行くときにちょっと坂になってて、そこでステンと転んでしまってですね、誰も助けてくれないというですね、そういう悲しいというか辛い思いもしましたけども、ともかくこんな、ただ楽しい幼稚園時代という私の記憶が非常に強いんですね。感情が非常に強く残っています。実際の記憶は今みたいにですね、雪道で滑ったとかですね、それからお帰りの時間にですね、別の男の子とはしゃいでいてですね、立たされたりとか、隣のクラスの子供とですね喧嘩して立たされたりとか、なんか厳しい幼稚園だったのでですね、いろいろと叱られた記憶はあるんですけども、でもそれが嫌だったとかですね、辛かったという記憶はなくて、幼稚園って楽しいところだったなという楽しい感情がだけが残っていまして、それが私が幼児研究している大事な要素ではないかなと自己分析しています。幼稚園に入園テストがありました。5歳の時ですね、5歳の時かな、多分5歳の時ですね、5歳で6歳になる時ですから、先生が何人か並んでいてですね、お母さんと一緒についていてですね、で問題を出す、まず名前聞かれるんですね。で名前を言って次に問題を出されます。色の名前を答えてねとね、赤青黄緑と、なんだこんなものと思ったらですね、ひょいっとひっくり返しまして、これ何色でしたか、これ何色でしたか、これで私はですね4問中3つしか答えられなかった。であそんな手があるんだって、ずるいやんかって思いましたね。最初から言ってよという感じ。でも全部満点なくても入れるんだっていうのですね、満点でなくてもいいんだっていうのは私の人生観の出発点なんですね。100点取らなくていいよというのが実は重要な私の要素です。ですから先ほどいろんなことを書きましたけども、あれ100点満点で満たしてるわけではありません。それからね、小学校1年生にこんなテストが出たんですね。小学校1年生の最初のテストです。それぞれの図形を4等分しなさいというわけですね。なんて言い方が書いてあったか分かりませんけど、同じ大きさの4つに分けるんですね。でこれはすぐ分かりますよね。三角形が難しいんですね。小学校1年生の子自慢だから言いますけど、答えあったのは私1人だけです。ただし答え方ですけど、これどうやって4つに分けるのかなってじーっと睨んでたらですね、こんなんが見えたんですよ。でパッとこれで正解したわけですね。そうするとこれは数学能力があったのか、先生の気持ちが分かってたのかが分からなくてですね、ここの理論で解決したのかなと、天性の心理学者かもしれないなというふうに思ったりしています。そんな冗談めいたこと言ってますけど、でもこの幼稚園の入園テストとか
小1のテストを覚えてるっていうのは、まあ、今私が逆にですね、実施する立場になっていることと非常に大きく関係があるような気がしますね。はい、次にですね、小学校の時の思い出なんですけど、白豚伝説という話をします。なぜ白豚かというとですね、小学校の時一番辛い経験は、小学校3年生の夏休みに肺炎にかかりまして、ちょうどね、小学校 の1学期が終わる頃にそうなりまして、まあ、大体その夏休み中はですね、家で出ていて、時々お医者さんに行って、腿のところに太い注射をブスッと刺されてですね、治したという記憶なんですけど、ずっとこのあれですね、家の中で寝ているだけなので、そして運動もしないのでですね、新学期になって登校すると運動してなくて太っていて、で一人白い肌なんで、白豚白豚って言われたんですね。子供って非常に残酷なものですね。はっきりストレートにものを言うので、白豚白豚と言われまして、まあ、逆に白豚さんがですね、可愛くなりました。これはちょっと、これ先ほど言った横長ですが、私の中学受験の時は、つまり小学校6年生の写真です。で、兄が いるということは先ほど言いましたけど、まあ、兄はですね、いろいろ本を買ってきて読んでですね、読んだら置いておくので、割と5、6年生ぐらいの頃からかな、兄が買ってきた本をですね、終わったら自分が読んでるんですよね。背伸びして読んでる。ちゃんとよく分かってないかもしれないけど、とにかくまあ読むということですね。いろいろ背伸びをしてるんですけども、その時 の読んだ中で覚えているのはですね、小田誠の何でも見てやろうという本が一つあります。小田誠っていうのは、当時はまだ駆け出しのですね、まあ、ルポライターみたいな仕事をしていたので、まあ、この人は後にベヘーレンですね、ベトナムに平和というですね、運動家になっていくわけですけど、まだまだそういう政治的な色彩はなくて、貧乏旅行で22カ国ですね、回ったという、そういうお話なんですけど、私ずっと今まで行った国の数だと23カ国なんですね。23カ国。この長い年月かけてやっと小田誠に追いついたんだなと思ったりします。もう一つはアーロン周遊で、これは相田裕二さんと、この京大のですね、人文研の教授された方なんですけども、第二次大戦中に従軍してですね、捕虜になって、まあ、当時のようで言うと、ビルマのラングーンですね、に、ミャンマーですね、ミャンマーにこう、捕虜のですね、収容所の中に英軍の捕虜としてですね、捕まっていたと。で、その英軍の、まあ、どう言ったらいいですかね、士官と下士官 の、まあ、カルチャーの違いなんですよね、要はね。だから士官はきちんとしてるかもしれない、紳士かもしれないけど、下士官は全然そうじゃないというですね、そういうのを目の当たりに体験した体験記を書いているわけです。まあ、こういったものがですね、世界に対する私の関心だとか、文化や社会に対するですね、私の関心、政治的にはね、革新派と保守派という論客が後に分かれますけども、まあ、そういったことに関わりなくですね、まあ、いろんな世界を知って、まあ、いろんな考え方やいろんな状況があるんだなということを知る、まあ、最初の機会になったような本ということになります。で、まあ、兄がですね、高槻中学高校に進んだので、私もそうするもんだと思ってですね、あまり深く考えずに、そして十分な勉強もせずにですね、今日は高槻からも生徒さん来ていただいてありがとうございます。まあ、あんまりよく考えずにですね、中学高校は高槻に進んだんですけど、あんまり勉強せずにですね、あんまり勉強せずって言っても宿題だけはきちんとするというですね、それだけは守っていたんですが、あとはですね、まあ、自由にしていいだろうというふうにですね、していますと、まあ、中学の時にどんどん成績が下がりまして、まあ、予習ぐらいはしていかなくちゃいけないんだなと思って、まあ、予習するようになりますと、ちょっと成績が上向いてきたんですけども、まあ、要は実は私は将棋にはまる日々っていうのを過ごしていたんですね。で、将棋って何歩でも時間がいるんですね。まあ、例えば対局のですね、並べるだけでも結構面白いし、詰将棋を解くのでも面白いし、一番時間食うのは詰将棋作ることなんですね。で、これはなかなか作れないんですね。作ったと思っても穴があったりして、その穴を防ぐのにむちゃくちゃ時間がかかってですね、まあ、そんなことで時間を潰していたんですけど、でもこの経験で分かったことは、自分には将棋の才能ないということはよく分かったんですけども、ただそういうことを通じてですね、まあ、考え方、特に論理的な考え方ですね、つまりいくらいいと思っていても、つまりいくら妄想を持っていても、次の一手でひっくり返ってしまうわけですよね。ですから妄想と検証の繰り返しというのは実は将棋のプロセスなんですね。まあ、そういったことを学んだし、それから、1時間でも2時間でも考えられるようになるわけですね、将棋をやることによって。と同時に、
まあ、テレビでは早指し将棋ってやってまして30秒間で指すっていうのをやってますけども、まあ、それにも対応できると。30秒で考えろって言ったら30秒でも考えられるし、1時間考えろって言ったら1時間でも考えられるというですね、まあ、そういった力を身につけさせてくれる。そして、自分の妄想だけで進んではダメだということとかですね、まあ、特に物事は手順が大事ですね。同じように見ても手順が間違えてしまうとですね、全くひどい目に遭うとかですね、あるいは、ある局面では例えば飛車のようなですね、大駒が大事なんだけど、割り方になったら桂馬1枚で勝負が終わってしまうようなですね、まあ、そういった駒の価値が局面で変わるとかですね、あるいは勝ち方もですね、攻め続けて勝つのか守り潰すのか、いろんな勝ち方があってですね、それは棋風というものに対して、棋風というのはその人が持っている、まあ、価値観の反映ということなんですかね、棋士の棋に風と書きますが、まあ、そういったものがあるというようなことをいろいろ学んだ。だから私の論理数学的思考というのは大体将棋で学んだというふうに思っています。それからこの新法の中で最初にお話した中でこういうことを書きました。特に心の働きに際して生ずるさまざまな制約と、その制約を逆手に取った豊かな日常活動との関連について多重治療理論などを参考しながら検討すると、こんなことを書きましたけど、この部分の説明なんですが、先ほどのこの多重治療理論ですね、7つのそのモジュールがあるという話をしましたけども、そのモジュールごとにですね、何かこう制約があることによって私たちの思考が発展したり、それが芸術につながったりすることがあるんじゃないかということで、例えば言語的知能ではですね、定型詞のようなもの、例えば日本の俳句だとか和歌ですね、こういったものは文字制限があることによって、ずっと連綿とですね、もう、古代からですね、平安以前から、あるいは江戸時代以降からでもいいですけども、まあ、いろんなですね、言語芸術というものが、やはり文芸というものが発展してきた。制約を作ることによってですね、逆に豊かなものができている。あるいは、まあ、一番言いたいことはここですけど、将棋のようなものってルールは非常にシンプルですね。使っている駒も、9×9 の、マス目の板とですね、20枚の駒にしか過ぎないわけで、まあ、そういったものだけでですね、江戸時代から連綿とやっていて、まあコンピューターには負ける時代になりましたけれども、まだまだその、必勝の手といいますかね、こうやったら絶対勝てるというような手順というのは見つかっていないわけですね。あるいは、詰将棋のようなものもですね、いくらでもこう、まあ、似たような作品になるかもしれなくても、また新たなものがですね、出来上がっていくという、まあ、そういう要素を持っている。音楽だって基本的には7音階なり、まあ、沖縄に5音階もあるかもしれませんけど、そういったですね、非常に少ない要素で構成される芸術というものがあるし、例えばスポーツの世界だと、まあ、サッカーで手を使わないというのが、まあ、絶対的なルールになっているわけですけど、まあ、手を使い始めてラグビーができたわけでしょうけど、まあ、手を使わないとルール一つでもってですね、そのルールのある種の特徴といい、ゲームの特徴といいますか、そのゲームの性格というものができてくるし、相撲の土俵だってですね、土俵の大きさって決まってますけど、土俵の大きさちょっと変えるだけでまた勝てる人が変わってきたりするかもしれませんね、まあ、そういったものが制約というものを生み出す豊かさだと。空間的知能の例としては、例えばイスラム芸術というのは偶像崇拝否定であるから人物を描いてはいけない、まあ、そのことによって抽象的なですね、アラベスクなアラブ風という意味ですけど、要するに、抽象的なですね、タイル字のようなですね、そういう芸術が発展したと。自己理解というのは、これ一生懸命、普通ここ生きるって書く人が多いんですけど、もともとに今一つの場所に命をかけるわけですね。だからこの道一筋でもういろんなこと考えずに自分はこれだけやるっていうふうにですね、決めることによって、まあ、これはスペシャリストの話かもしれませんけども、その人のですね、発達を促進するかもしれないし、他者理解にしてもですね、大勢の人とですね、まあ、なんて言うんでしょうか、浅い関係を持つこともいいかもしれないけど、少ない人と深い関係を持つということもですね、一つの、まあ、人を制約することによってその関係を深めていくようなこともできるかもしれない、まあ、そういったことが制約を逆手に取った豊かさだということの意味です。白豚伝説の2つ目です。高校3年の時にですね、初めて一人で英語の本が読めました。これはジョージ・オウェルのアニマルファームと比較的薄いペンギンブックスなんですね。で、まあ、ジョージ・オウェルはイギリスの作家でですね、動物農場という本はちょうど第二次大戦が終わった翌々日、まあ、日本にとってですね、翌々日にまあ刊行された本ですけども、豚が主人公でですね、豚のナポレオンたちがですね、
農場主が飲んだくれてですね、その自分たちの餌をですね十分によこさないというので反乱を起こす。で、牛や犬やですね馬も加勢してですね農場主を追い出して理想の国を作ろうとするわけですけど、やがて豚たちがですねその政権の中枢にですねいて、まあ、反対する人たちを追い出していくというそういう話ですね。アフェアリテールという副題がついている場合もあるんですけど、まあ、大人の、何でしょうか、おとぎ話ということになってますけども、これはまあもちろんこの時代ということでですね、まあ、東西冷戦のもうすでにスタートが始まっていて、まあ、スターリニズムに対する批判というのが起こってくる時代になるわけですけども、まあ、そういった時に読んだ本なんですね。で、有名な言葉が All animals are equal, but some animals are more equal than others。 全ての動物は平等なんだけど、ある動物はもっと平等だというですね、 More equal というのが非常に、まあ、面白いというか、言葉の矛盾、形容矛盾の一つなんですけども、まあ、そういうことをオーエルは非常に巧みにですね表現している。で、まあ、豚が主人公の物語ということで、まあ、白豚伝説の2つ目ということでご紹介します。で、まあ、オーエルという作家は私大変関心がありましてですね、1984とか他の小説もまあ読んだんですけども、まあ、特にこのオーエルはですね、スペインの内戦にですね、参加して、そして反政府軍の方なんですけどね、参加して、そして、敵からも味方からも攻撃されるというですね、目に遭うわけですね。まあ、それで全体主義に対する批判ということを強めるわけですけども、まあ、そういったいろんな、まあ、スペイン内戦のですね、小説とかあるいは本なんかもこの高校の時は一生懸命読んだことがあります。で、まあ、高校のですね、2年生ぐらいになると進路を考えなくちゃいけない。兄がですね、1年浪人してですね、まあ、浪人生活ってのはなかなか大変だなというのを目の当たりにですね見たので、なんとかこう浪人せずにですね、過ごしたいなというふうに思い出したのが高校2年生ぐらいの時ですね。で、最初は私文系なので、まあ、法学部に進んで司法試験を受ける道はどうだろうと思ってですね、新法会っていうのは中央大学のですね、そういう司法試験を受ける人たちのための、まあ、集まりなんですけど、今ちょっと分からないですけど、昔雑誌を出していましてね、でそういう雑誌を何号か買って読んでるとですね、だいたい書いてあることは苦節何年十何年という話なんですね。だから20歳の後半で受かったとか30何歳で受かったとかって、そんな話ばっかり書いてあってですね、もうこれはダメだと、もうこれはダメということですぐにやめました。で、そうこうしているうちにですね、北森鸚という人の小説に出会ったんですね。北森鸚というのは当時はユーモア作家ということでですね、ドクトルマンボウシリーズというですね、まあ、ユーモア小説を書いてたんですけど、まあ、もちろん片方には当然深刻なシリアスな小説もありまして、この2つですね、こちらっていう短編ですし、これは、まあ、芥川賞を取ったものなんですけども、どんな人かというと、斉藤無吉の実は子供なんですが、まあ、お父さんも精神科医だし、自分もですね精神科医師になるわけですけども、まあ、昆虫少年と育ってですね、で、まあ、その、松本高校に進んだりですね、そして、まあ、小説の世界に入りたいと、お父さんは有名な歌人でもあるわけですから、お父さんの道は歩みたいと思ったら、いやそんなものを小説家なんか食えないからまず医者になれというので、いやいや医学部に行ってですね、で、まあ、少し安定したところで小説を書き始めるわけです。で、幽霊というのは、まあ、彼の自伝的な小説のようなものですね。お父さんとお母さん非常に仲が悪かったんですね。斉藤茂吉と夫人は非常に仲が悪くてですね、お父さんが、まあ、浮気をしたりする話を、まあ、どういうかな、後年、まあ、小説にしたりするわけですけれども、まあ、そういったですね、仲の悪い夫婦の中で自分自身の、関心ですね、物事に対する関心だとか昆虫に対する関心だとか、そういったことをですね、まあ、幼児期から青年期にかけてですね自伝的に綴ったのがこの幽霊という小説ですし、夜と霧のすみでっていうのはですね、夜と霧というのはフランクルに夜と霧というですね有名なアウシュビッツの体験のですね本がありますけども、これは実は日本語の題が夜と霧となっているだけで、現代は全然別なんですね。夜と霧ってそもそも意味は、まあ、ナチスがですねいろんな人をですね治安上処分せよというですねそういう命令を出したので、精神病者に対してもですね、いわゆる安楽死をさせろというそういう命令を出す、まあ、それに対して精神科医たちがですねいかに抵抗しながらですねその、命令を緩和していくかという
苦闘の物語ですね。それがあの夜と金の墨でという小説なんですけども、まあ、政治的なあのスタンスは別に特にないんですけども、まあ、こういったことを読むにつけてですね、心の問題というか心理学的な問題というのがですね、まあ、大変あの、面白いテーマだということに気がつきまして、まあ、そこからあの心理学の入門書を随分たくさん読みました。で、心理学というのは高校では学ばない領域なので、やっぱりこう目新しさというのがあるし、いろいろ調べてみると、まあ、実験器具なんかもたくさんこう書いてあってですね、ああこれはかなり、まあ、理系的な要素もあるのかなというような感じもしましてですね、まあ、根っから純文系なんですけども、まあ、理系、兄は理系なのでね、まあ、理系的なあの要素っていうのに対しても、まあ、それなりに関心はありました。ということで、まあ、心理学面白そうだと。で、じゃあどうしたらいいかというので調べたところ、まあ、京大の教育学部では心理学を教えてくれるようだということですね。で、まあ、文学部はかなりあの基礎的な心理学なんだけど、教育学部は少し幅広くですね、やってるようだというようなこと、まあ、当時まだあの河合隼先生おられませんし、あの臨床心理学が看板ではなかったんですけども、まあ、あの教団教育学部に来たいというふうに思った次第です。で、ただ私が入試を受けた年っていうのは、まあ、つまり今年定年を迎えるあの層なんですけども、まあ、その前年にですね、まあ、世界中であの学生の反乱というのが起こりましてですね、まあ、旧体制に対するいろんな反乱が、あのアンチが起こったわけですけども、そういう意味で、日本でもですね、そういった学生運動というのが起こってきて、東大のこれ加藤総長という人ですけど、東京大学では入試を中止しますということになってですね、で、あの安田講堂がですね、封鎖されたのを解除する、そういった大きな出来事があったということですね。で、京都大学は入試は中止をしなかったんですけども、学内で試験ができなくなりまして、私たちは、今ちょっとあるのかどうか分かりませんけど、法院のちょっと南側にあります予備校でですね、当時は1期校2期校という名前になってましたけど、1期校は3月の3、4、5の3日間ですね、試験を受けるという、まあ、そういうことを受けまして、同じ期にあの京大を受けたあのデザイン学の門内先生はあの宇治の方で受けて、まあ、大変なボロい校舎で大変だったって話をされましたけど、まあ、私たち比較的あのいい予備校でですね、受験を受けられましたけども、まあ、ともかくもあの普段ではない形で試験を受けてですね、まあ、ようやくなんとか合格して大学に入りますとですね、入学式にはですね、招かれたものの、すぐにですね、まあ、乱入されてですね、あの 入学式は中止っていうですね、まあ、そういうふうなですね、状態になりました。で、入ってみるとですね、まあ、バリケードのストライキが早々に行われまして、最初何時間は授業があったような記憶がありますけど、すぐにまあ授業がなくなって、前期はですね、授業全くしてないんで、私たちは3年半しかまあ勉強してないことになってるわけですけども、それでもなんか4年で卒業できると、みんなこれ不思議だなと言ってたんですけども、まあ、でも不思議でもありがたいので、まあ、卒業させてもらいましたが、要は最初の半年っていうのは、これですね、就学難民。大学入って、まあ、一応勉強しようと思ってるわけですよね。だけど何もするものがないと。で、勉強をしろと言われてやっぱり人間したくないんだけど、勉強できませんよと言われるとですね、何とかしたくなるっていうのが人間の気持ちでありまして、で、門内先生もそうだったと思いますけど、いろんな自主ゼミっていうのがありましてですね、先生が開いている、それはもう、学部とか場所とか関係なくですね、まあ、一応自分の学部の自主ゼミ出ますけども、あるいは教養、当時教養部という制度がありまして、教養部の先生が開いている、まあ、自主ゼミ出ますけども、そういったものに顔を出してですね、なんとか過ごしていたあの1回生とか2回生の時なんですね。で、3回生でやっと教養部からですね、学部の方に移るということで、教育心理学のコースに進みまして、まあ、師匠は梅本隆夫先生というですね、認知心理学の大家ですし、まあ、音楽心理学ではもうあの他に類をないですね、素晴らしい先生であったわけですけども、まあ、発達研究を別にやってる先生はおられなかったので、まあ、基本的にはですね、まあ、認知的な発達研究をやるということで、あの梅本先生の門を叩いたということになります。そして私は、まあ、児童の仮説検証的思考というですね、そういうテーマであの卒論を書き、まあ、修論も似たようなテーマなんですけど、まあ、それで学部とですね、大学を過ごしたことになります。で、大学院っていうのは今あの私はその大学院生をずっと指導してきた立場なので、今一生懸命やりなさいとことばっかり、まあ、そこの前の方にも、元院生や今院生やの人がいますけども、今の世の中って、まあ、早くにドクター取らないといけないんですよね。つまり、
研究者の入り口としてドクターを取らなくちゃいけないわけですけど、私たち代は、ドクターっていうのは研究者の出口でいいっていう考え方でですね、じっくり研究というか勉学に励んでればいいということで、比較的時間の余裕があったので、私は特に学部から大学院の頃は映画に今度はハマりましてですね、大体年間100本ぐらいの映画を見て、キネマ旬報にですねベスト10号ってなんですけど、それにベスト10を投票したりですね、そんなことをやっていました。で、1日2間はしご、 A の映画館に行ってですね、次の映画館に急いで走っていって B の映画館で見るということをやったりですね、1日5本、同じ映画館でですね見る経験もしたことあります。どんな映画かというとちょっと恥ずかしいんですけど、こんな映画ですで、なんでこんな映画に見たかというと、別にヤクザに関心があるわけじゃないけど、やっぱり世の中の仕組みが知りたいということですね大変疲れましたけどね、ほとんど修行のような一日でしたけども、はい。で、映画を見ることによってですね、まずはやっぱり映画の面白さっていうのは脚本、ストーリーですね、ストーリーをいかに作っていくかということがもう絶対条件だということが分かりました。だから映画を見るときはまず脚本が誰かということをですねに目を留めるようにですね、なりましたし、それから映画をずっと見ていくと、映画には映像文法というのがあってですね、それがいろんな私たちの認知にですね影響を及ぼしている。これはメディアのですね教育のですね授業がありましたので、そこで4回ぐらい話すときにですね2回ぐらいこういう映像の話をしまして、その中で映像文法の話もですねいろいろしたわけですけれども、そういう関心をもたらしてくれたのがこの映画の話です。このあたりは先ほどの増田先生の話ともつながってですね、被写界深度という言葉を非常に懐かしく聞いたわけですけど、もともとカメラというのはピントが単焦点なのですね、ある人にしか当たらないと。だからフォーカス送りという技法ですね、話をしている2人の人がいたときに、こちらの人が話しているときにはその人にフォーカスを当てて、でこっちが話し出すとこっちにフォーカスを当てる、フォーカス送りという技法をやっていたわけですけど、市民権という映画のあたりからですね、ファンフォーカスというですね、その画面全体にフォーカスを当てる技法というのが、レンズの開発が進んだわけですね。でそれが被写界深度が深くなるわけですけども、でそうなるとですね、画面のダイナミズムは違うっていうのかな、つまり一つの画面の中にいろんな人が同時に見えるわけですね。だから役者はですね手が抜けなくなるし、それから非常にダイナミックな映像ができるんですね。それを最もうまく利用したのは黒澤明という人なんですね。だから彼の映画のダイナミズムっていうのは被写界深度がですねパンフォーカスであるってことが非常に関係してるなんて言われますけど、そういったことをですね映画館に通ったですね、映画の賃料がですね非常に役に立ったということになっています。でどんな映画が好きだったと言われるといろんな映画が好きなんですけど、外国の映画を見てですねやっぱり思うのはこれがテーマなんですよね。一人でも戦う、仲間がですねいてもいいんだけど仲間がいない状況になった時にですねそれでもひるまずに戦うという映画ですね、古くは真昼の決闘というのかね、十二の怒りとか非常に有名なリメイクもされてますけど、陪審裁判でですね、黒人の少年がですね殺人を犯したということで、こんな話は簡単に終わろうとみんながするんですけど、一人だけが何かこういった状況がおかしいと、ここの証拠類がおかしいというふうにですねヘンリー・フォンダが主役でやるんですけども、まずはですねちょっと考えようということでストップかけると。でこうじゃないかということでいちいち反論していってですね、ちょうどオセロゲームのようにですねそのみんなの意見をひっくり返していって最後にですね無罪を勝ち取るという、そういう話だったりとかですね、いろいろ皆さんのご承知の映画もあるかもしれないし、知らない映画もあるかもしれない、近年の映画はちょっとご承知の方多いと思いますけど、一人でも戦うっていうのが、映画のテーマとして非常に大事かなと思ってまして、でこのフレッド・ジンネマンという人の映画って私は非常に好きでですね、頑固にですね何か自分の考え方を貫くっていうですね、そういう姿勢の作品を作っています。これ全部男性が主人公なんですけど、ジンネマンは女性の主人公としてはですねオードリー・ヘッパンの二層物語とかですね、それからジュリアという映画を作ったりしてますけどね、女性でも男性でも、一人でも頑張るっていうですね、そういうことを言った映画監督なんですけども、そういった映画が好きですけど、でもこんな映画ばっかり見てるわけでもなくてですね、じゃあ最近見た映画でどんな映画が好きかというと、実はこういう映画が好きなんですね。ご存じの方ありますか？ヒューゴの不思議な発明というですね、これはちょっと画面だけでこんな感じって見てもらいたいんですけど、マーティン・スコセッシというですねタクシードライバーで有名になった監督ですけども、
まあ、こんな映画を作るとちょっと思わなかったというぐらいですね、なんて言いましょうか、まあ、映画に対するオマージュと、それから、まあ、童心ですね、子供心っていうものをですね、うまく表現している映画なので、もしこの画面見て、あ、面白そうだなと思ったら、ちょっとご覧いただきたいというふうに思います。で、残り、一応5時前ということでお話をしたいと思いますけれども、まあ、幼児研究をずっとやってたわけですけれども、まあ、先ほど言ったんですね、まあ、翻ってみれば自分の幼児期の体験というのが、まあ、根底にあるんですけれども、まあ、テストされる側からする側に回った時にですね、子どもがどんなふうに見えるかという話であってですね、大学院生の時にですね、まあ、当時京都大学では京大 NX 知能検査というのを作っていましてですね、でそれの 5歳から8歳用の改訂の時期になったんですね。改訂というのは、まあ、データを取り直してですね、まずは材料をちょっと修正したりとか、データを取り直して班を新たにするということなんですけども、そのためにはデータの取り直しが必要であって、そのためにまあ幼稚園に行ってですね、あるいは保育所でもいいですが、テストをしてですね、データを集めてくるというアルバイトの仕事があってですね、まあ、それをやってたんですね。でたくさんの幼児たちに直接一対一でですね、問題を出して答えてもらうとですね、どうしてこんなふうに考えるのかなと非常に不思議に思うわけですね。でというのは、私は幼児って非常に優れた才能を持っているといろいろ思ってるんですけど、例えば言語能力ですね、これはもう2歳から6歳の間のほんの4年間にですね、まあ、ネイティブなスピーカーとしてのですね、基本能力を身につけてしまうわけで、私がいくら苦労してですね、その英語を勉強しても、やはりこのネイティブの子どもたちにはかなわないわけですね、まあ、そういった意味で言語能力の素晴らしさというのはまずはあるわけですけども、片方でですね、ひょっとした問題にですね、コロッと間違えてしまうんですね。例えばこんなタイプの問題なんですけども、まあ、要するに飛行機と星と飛行機とツバメですかね、でどちらが上にいるかというので、星と飛行機だったら星の方が上にいます、飛行機とツバメだったら飛行機の方が上にいます、一番上にいるのはどれですか、二番目はどれですかというと、ほとんど間違いないですね、まあ、5、6歳と考えたらいいですけど、5、6歳の幼児でほとんど間違いないんですね。ところがちょっと抽象度を上げています。丸と三角では丸の方が重たいです、三角と四角では三角の方が重たいです、一番重たいのはどれでしょうかというと、途端にですね、分からなくなるんですね、あるいは間違った答えをする。これもっと面白いのはですね、半実仮想というやつですね。猫と虎と象がいるんですけど、例えばですね、猫と虎だったら猫の方が大きい、虎と象だったら虎の方が大きいというとですね、まず仮定、前提に対するですね、前提をこう了解するというのが難しくて、猫と虎だったら猫の方が大きいと、嘘だとかですね、違うよとか言うんですよね、虎の方が大きいじゃないというわけです。でもいや、そういうお話としようねということで、一応納得させて、猫と虎だったら猫の方が大きいよ、虎と象だったら象の方が虎の方が大きいよ、いや虎だよって、いや象だよって言っても虎だよってこう言って、無理やり前提をですね言い含めても、じゃあどれが一番大きいですかって言ったら象と確実に答えるというですね、その不思議さですね。だから自分のイメージで子どもたちは答えているわけで、論理的に考えているのではないということですね。それが分かってきたということです。でそれを思うにつけですね、これはこの話は特に2年前の発達心理学会の時の私の理事長講演という形でお話した中で、特にファーブルのですね、話と絡めていろいろ話したと思うんですけど、まあ、ファーブルはですね、昆虫が大好き大好きで、でも意地悪なんですね、昆虫にいろいろ意地悪をする、あるいは例えばサソリの毒は一体どんなものに効くのかというので、いろんな動物をサソリに刺させるんですね。で調べてみると、実は毛虫が強かったりするわけですね。毛虫はそういう毒を中和するものを持って生まれているということを発見したりとか、まあ、そんなことするわけですけど、まあ、発達心理学者も悪く言えばファウルと同じことをやってるかもしれないですね。子どもたちいろんな意地悪な質問をしてですね、答えを返してもらってですね、あ、これ分かってないじゃないかとか、あれこうでじゃないかと、まあ、似たようなことをやってるのかもしれません。そういう意味でですね、ファウルはこんなことを言ってるわけですね。でも昆虫という最も小さいものの中に最大の驚きが隠されているんだというのが彼の出発点であるとするならば、私たちは発達心理学者は乳幼児というこの小さな人間の中に驚き隠されているというですね、そういうことをやっぱりこう考えてきたわけなんです。で具体的にはこの話もよくいろんなところでしているんですけど、まあ、ピアジェの3つの山の問題というのがあって、この山のですね、例えば A の位置にですね、人がいて、この反対側にですね、人形がいたとしたら、ここから見える風景はどんなものかというのを、
模型を使って再構成させたりとか、あるいは絵を選ばせたりとか、ある絵の絵が見える位置に人形を置かせるとかですね、まあ、そんなことをやってみるとですね、これが、まあ、ピアジェの時代はまだ4歳児に対するですね、まあ、実験の仕方があまりうまくなかったと思うんで、4歳はこれ答えてくれないと。で、4歳から7歳の間にですね、答えてはくれるんだけども、自分が今見える風景を他者から見える風景と同一するという反応が出てきて、ようやく7歳頃からですね、自分の視点と他者の視点というものの区別がですねつくという、まあ、そういうあの段階になってくるということですね。視点の共有が可能なのは7歳以降だという、まあ、そんな研究をしたわけです。で、この研究非常に面白くて、バリエーションもいろんな研究があって、子どもだけではなくて、あの大人の研究、高齢者の研究、あるいはあの障害を持っている人の研究ですね、などもあるんですけども、結局、まあ、自己中心性というものの定義として、自分から見えるものがまあ絶対であるとか、人が見えるものと自分の見えるもの区別がつかないとかって、そういった事柄っていうのがやっぱり最初はどうしてもあると。で、その時に、存在の自己中心性、見えないものは存在しないと考えるということとか、それから前後の自己中心性ですね、これは、まあ、何かを見せてと言った時に、あの相手に向けて見せなくちゃいけないのに自分の方向けてしまうということとかですね、それから左右の自己中心性、 A、B と物を置いたら反対側から B、A と見えるという話ですね、そういったことを考えました。で、存在の自己中心性というのは、まあ、ちょっと簡単に実験したことあるんですけど、こういうミラーグラスってやつですね、あの鏡になった、サングラスですね。で、これをあの、子供にまず最初かけてもらって、先生が見えるというふうに聞いてですね、見えるよって言うん で、こちらまたかけた時に、じゃあ先生からなんとかちゃん見えるかって聞くと、見えないって言うんですよね。自分、相手の目が見えないということは、自分を見られていないというふうに思っているという反応が結構3、4歳児では あるということがわかります。で、まあ、あんまりこうきちんとですね、データを公表してなかったのであれなんですけど、私が一番大事に思っている研究がこれでですね、じゃあこっち側にカメラを置いてですね、この人形をですね、これ自体が一つ のアルバムの写真だとすると、これと同じように、ここにもポケットアルバムがありまして、これと同じものが撮れるようにですね、ここにいる人形をこの板のところに置いてくださいという、そういう写真屋さんごっこというですね、形で、まあ、ゲームの感覚でですね、子供にやってもらうと、まあ、喜んでやってくれるんですね。面白い面白いやってくれるわけです。で、人形がですね、1体の時と2体の時と3体の時とあるわけですけども、誰が並んでるかということは、まあ、4歳児でもほとんど間違いないんですね。だから、ジャジャマルピッコロポロリでしたっけ、なんかその、あるキャラクターが一匹ここにいるとすると、誰がここに来るかとか、どの二人が来るかは間違いないんですね。だけどですね、4歳児ではですね、カメラに向かって人形を置いてっていうのに、自分の方に顔を向ける子どもたちがいるということね。で、5、6歳児でもこれだけのまだパーセントいるっていうことなんですね。で、なぜそうなのかというと、それはフィードバックを受けないからだというふうに考えてですね、当時まだビデオカメラっていうのが出始めた時期なんですね。だから値段も高くて故障しやすくて困ったんですけども、ここにビデオカメラを置いて、ここにモニターを置いてですね、実際に置いてみるとですね、このまず、前後の自己中心性に関してはフィードバック効果がすごくあるわけですね。もうすぐに分かる。だって自分の方のに顔を向けてなくてお尻向けてますから、それはすぐ分かるんですけど、左右に関してはですね、100人ぐらいの子どもにデータを取ったんですけども、左右が入れ違うことが自発的に分かる子どもたちっていうのは2人だけだったんですね。年長児の2人だけでですね、あとは確実に左右反対に置くということですね。でたらめに置くのでもなく、正しく置くのでもなく、確実に反対に置くということですね。ですから、反対側から左右が逆転するっていうことの理解っていうのは、まず4、5、6歳児ではほとんど見られないっていうことが、まあ、分かったわけです。で、こういった研究を発表するとですね、そんな子どもに分からないことばっかりですね、見つけてきてどうするとよく言われるんですけども、私はこういうふうに考えたんですね。子どもたちはですね、大事なものからものを理解しているような、そういう認識の仕方をしているのではないかと。で、これよくある等速人ってやつですね、頭と手と足がありまして、胴体がないように見える。で、顔から手が出ていてですね、足も出ている、等速人ですね、これ実は私が書いたものなんですけどね。で、なぜこんな絵を描くかというのを、
調べるとですね、イギリスのモリン・フォックス先生という人に出会ってですね、その 彼女の本の中にですね、こういうことを書いていました。本当に胴体を描いていないのかどうかは確かめてないじゃないかということですね。これが顔だという証拠がどこにあるかということですね。で、それを調べるいい質問があると、へそを描いてちょうだいというわけですね。で、おへそをここに描いたのであれば、それは実は胴体を描いてるんだというですね、胴体と顔が一体化してるだけなんだと。胴体はある、でもここにおへそを描いたら、これはここにきっと胴体があってですね、足と胴体が一体化しているというわけですね。だから答え方によって違うということです。で、私が非常に気に入っている絵がありましてですね、ネットでたまたま見つけたゆいちゃんママと赤ちゃんというですね、そういう絵なんですけど、これが自画像ですね。3歳0ヶ月16日となってますか、3歳1ヶ月ですね。ゆいちゃんって女の子が自分の絵を描いてます。で、これはこの子の絵の特徴はですね、人物を描く時のパターンが決まってるんですね。顔の輪郭があって、耳らしきものがあって、髪の毛がもじゃもじゃってあって、目があって、鼻があって、口があって、手はギザギザになってますけど、これは指のつもりなんでしょうね。で、足は靴下を履いてるのか知らん、ギザギザになってないわけですけども、こういう絵を描いてるわけです。で、これは典型的な等速人なんですけども、面白いのはですね、自分のお母さんが妊娠していて、お腹の中に赤ちゃんがいると聞かされてるんですね。それでお母さんを描くんですけど、その時にはですね、お母さんのお腹の中に赤ちゃんを描かなくちゃいけないので、自分は胴体ないんだけど、お母さんはちゃんと胴体がありますし、パターンは一緒ですよね。この顔があって、耳があって、目鼻口があって、髪がもじゃもじゃ、手はギザギザ、足は丸いっていうパターンは、お母さんもお腹の中の赤ちゃんも同じなんですけども、ただつられて赤ちゃんのお腹も大きくなってますけど、そもそもお母さんのお腹の中に赤ちゃんがいないといけないんで、胴体を描かなくちゃいけない。だからこれは省略されてるのだって、本当は胴体描けるんですよね。ですから、赤ちゃんは赤ちゃんじゃなくて、子供はですね、私の考えではですね、大事な事柄から学んでいくし、大事な事柄から表現していく。で、左右がわからないということは、基本的には子供が生きていく上でそんなに必要なことではないわけですね。上下や前後に比べてですね、左右の理解というのは別に遅れてそれほど困る話ではないので、子供って大事なことからちゃんと理解していくんだということと、そういう意味ではですね、これ見たら分かるように自分の方は胴体省略しておりますから、省略の天才だというようなですね、そういう言葉を名付けたわけです。だから単にできないことを発見していくだけではなくて、どういう順序で分かっていくかということを発見していくことが、発達心理学の大事なポイントではないかというふうに考えています。これはですね、京都大学に移ってから一番の大きな経験は、在外研究でですね、イギリスのオックスフォード大学に2回行っています。94年と96年ですね。で、こっちは在外研究長期というやつで、こっちは短期のですね、別の枠組みがあったので応募したら、たまたま行かせてもらえたんですけども、共にオックスフォード大学のウルソンカレッジというところに、大学の寮の中にですね、生活する、単身で行っておりましたので、そういう寮でですね、生活をしてですね、大学漬けの生活をしていたわけですけども、一番のその中での大事な私にとっての出来事というのはですね、この先の方の94年の時のですね、7月にですね、これロンドン、オックスフォード、ここにシェフィールドという街があります。なんか刃物の街だそうですけども、そのシェフィールドでですね、ここの理論の理論という、そういう国際進歩が行われました。90年7月ですけど、2年後に本になってまして、名前も一緒でセオリーズオブセオリーズマインドという本になっていますけども、そういうですね、心の理論に関する、国際シンポジウムで、かついろんな分野のですね、つまり、心理論研究というのは霊長類研究から始まってますけど、霊長類の研究、発達の研究、発達障害の研究、言語発達の研究、いろんな分野の人たちが集まった、そういう進歩があると聞きつけてですね、出かけました。で、若い子のジョージ、パーナー先生ですね、そして先ほどちょっとお話ししたバロン・コーエン先生とか、友人になりましたルイス先生とか、こういう人たちが、大勢集まって発表をする、何日間か忘れましたけど、 4,5 日間あったような記憶ですけど、しっかりとですね、心理論だけをテーマにしたですね、そういう研究会にですね、出ることができたということです。で、その当時ですね、
木下隆さんなんかすでに心の理論研究に対して大変関心を持っておられたし、それからあのウタフリスのですね、あの自閉症の本の中にかなり心の理論紹介されていたんですけれども、心の理論研究ってほとんど日本では行われていないのに、こんなにたくさんの人がこれだけのことをやっているのかということに、大変驚きました。ちなみにルイス先生はその後あのランカスター大学と京都大学の、つながりでですね、今回もあのメッセージをもらいまして、あなたのハッピー&ヘルシーリタイメントをですね、願うというのは、そういうあの、お手紙メールをいただきましたけれども、あの私どもとそれからランカスター大学の心理学というのは何度かジョイントセッションを行って、今後ともですね、続けていただけるような関係を築いております。で、心理論研究ですけども、ご承知の方も多いと思いますので、詳細はあの飛ばしますけども、例えばこれサリタンの課題 の日本語版ですけども、夏子さんが人形で遊んでカゴにですね入れて出て行った後、泉さんがやってきてカゴで遊んで箱の方にしまっていって行ってしまうと、で戻ってきた夏子さんはどちらを探すでしょうかという、こういうシンプルな課題がですね、私たちのデータでは、7月に調べたデータなんですけど、3、4歳児はあの回答率が0で、4、5歳児が 40% で、5、6歳児が 82% という、そういうですね、これほどきれいに年齢にですね対応するような結果はなかなか出ないと思われるほどの、データが得られました。ただ後でいろいろ例えばルイス先生のデータとも付き合わせてみると、日本の子どもたちのこの獲得時期はあの遅いということも分かってきたんですね。ただ獲得時期は遅くても、あの揃う時期っていうのは大体同じ6歳のですね、ある時期にはもう揃ってしまうということですね。その発達の遅れが、遅れと言っているのかどうか分かりませんが、ズレが、どうして起こるのかっていうのは、先ほどの増田先生の発表の中にも関わるようなですねテーマになってきていると思いますけど、私の理解はですね、やっぱり日本の親、特にお母さんはですね、先回りして何でもやるんですよね。子供が、私なんかは先ほど言ったように一人で幼稚園に通ってた、そういうあの電車乗って幼稚園に通ってた世代ですけど、今 の親っていうのはやっぱりどうしても過保護になっていると、子供少ないですしね、あの大事に育てたので過保護になっていて、先回りしてると思うんですね。で、先回りされると子供あんまり考えなくていいんですよね、心配しなくていいんで。だから心理論の発達が遅れるというか遅いのはいいことなのか悪いことなのか、大変こう微妙な問題なんだな。ある意味幸せだとも言えるし、6歳になったら大体揃うからいいんじゃないかとも言えるし、でもあのそれが6歳までならいいけどね、7歳8歳と続いていっていつまでも親が先回りしていていいかどうかっていうと、また問題になっていくと思うんですね。そんなことをちょっと考えるあのヒントになっていると思います。で、2012年にはですね、ザルツブルク大学を訪れまして、先ほどのウィマーパーナーのですね、あの現地のお二人の先生と、発表して、その後ですね、あの歓談するという大変 ありがたい機会を得ました。人生訓、私の人生訓ですね、いろいろ最後にちょっと書きますけど、まず戦友交楽ということですね。これはもともとは君主はですね、民に先んじてこう心配をして遅れて楽しむというふうな、そういうあの漢文の言葉ですけど、要するに嫌なことはさっさと先にやってしまって後で楽しもうと、ゆっくり楽しもうというのが私 のウェーブライフだということですね。だからいつも例えばメールですぐ返事くれるのすごいですねと言われますけど、後でなると忘れてしまって嫌になるのでさっさとしてるだけだということなんです。で、将棋で習ったことは問題をよく読んで見直していることが大切だということですね。それから、悲観的に準備して楽観的に行動するということが大事だということですね。だから、準備を丁寧にするということですね。それから、5分10分のいらない時間を貴重なものとしてこう考えて、くず時間を大切にということですね。それから、今日も本番なんですけど、練習の時は本番のに一生懸命やりましたけど、本番は練習でちょっと練習したようにやればいいんじゃないかとかですね。それからいいことも悪いことも長続きしないというのが一番大事なルールで、つまりはいい状態の時には安心してはいけないし、悪い状態の時でも悲観してはいけないというですね、そういう意味です。で、人生で最も大切なものはこの65年間生きますとですね、いろいろ何か言ってもですね、やっぱり運が良かったんだなと、幸運だったんだなと思わざるを得ない。病気になったこともあるしですね、いろいろ困ったこともあるけども、基本的には幸運なですね人生だったなと私自身今思ってるんですね。ただ大事なことは、人生で最も大切な幸運なんだけれども、こういう言葉もあるんですね。幸運の女神の後ろ髪はつかめないと。これ有名な絵らしいんですけど、ルーアンのですね美術館にある絵だそうですけども、
なんかちょっと変わった髪の、ちょっと見えるでしょうかね、髪の毛がわざわざ前で結んであるんですね。で後ろには行かないんですね。でまあ言いたいことは、幸運というのは待ち構えてないとつかめないと、後から追いかけていくようなことではダメなんで、やっぱり幸運でありたいためには何かこう準備というものが必要なんじゃないかなというふうに思うということです。これはいつも大学院生の皆さんですね、教員ってどれだけ忙しいかというのを説明するのにこんなのを出してるんですね。でちょっと2015年版が作る暇がなかったので1年前ですけど、年間何日出張しますかというか、外国何回行きましたかとか、学外用務何日ありましたか、学内会議の回数、これねちょうどあの研究課長になった年なので、それまで120回だったら360回会議があったとかね。でも学生相談回数を減らしませんでしたよとアピールしてるんですね。で懇親会は、私のルールは1次会には必ず行くけど2次会には必ず行かないというルールでずっとやってきてるんです。まあ、そういうルールを、これグラフ化してですね研究課長になるとこんだけ大変なんですよということをですね、皆さんに理解していただくと。でもグローバル CEO のリーダーやった時も大変しんどかったんですよとかね、まあ、そんなことをちょっと皆さん方にアピールをしたりしています。でこれからですけども、ちょうど5時で時間が合ってきましたけども、まあ、定年でこれで退職いたしまして、4月からは江南大学の文学部の人間科学科の特任教授という形で5年間お世話になります。まあ、神戸市にはあんまり私自身は縁がなくてですね、初めての神戸であり、まあ、私立大学も初めてですし、ずっと愛知教育大学含めて教育学部で進んできたので、まあ、文学部というのは初めてのところなので、まあ、初めて尽くしなんですけれども、まあ、一応特任教授なので、教授会とかですね、委員会とかは当てられなくて、学科会議だけ出るのと、あと授業をやればいいということですので、まあ、月から水の3日間ですね。ただ私大津市の北部に住んでますので、ちょっと神戸は、ほとんど JR 一本なんですけども、まあ、2時間少々かかるので、まあ、2泊3日でホテル住まいでこの、過ごそうかなというふうに思っています。ただじゃあ、木金土日と暇になりますねと言われそうなんですけど、まだまだちょっとこんな仕事がいろいろ残ってましてですね、特に公認心理師、昨年9月にスタートした法案がありますけども、まあ、それを実現するためにですね、どんな試験をやるとか、どんな大学のカリキュラムを組むとかですね、あるいは、まあ、今働いている人たちにどうやってその試験を受けてもらうようなです、ね、条件するかとか、まあ、様々な整備の条件がありまして、ね、まあ、こんなこともちょっとまだまだ仕事としては残っております。ということで、どうも大勢の方にご清聴いただきましてありがとうございました。時間を忘れるような素晴らしい最終講義だったと思います。この講義をもう聞くことができないのも大変寂しいと思いますけれども、最後に小林先生の教え子の皆さんから花束の贈呈をお願いしたいと思います。それではまず小林先生の研究室の教え子を代表しまして、広島修道大学人文学部准教授の鈴木亜美さん、よろしくお願いします。小林先生、ご退官おめでとうございます。私は、学部の4年生から先生にご指導いただきまして、2006年に博士課程を修了するまで長い間指導していただきました。で今日の最終講義では本当に長い間指導していただいていたので全然知らなかった先生の小さい頃の話とかを聞くことができてすごく嬉しかったんですけれども、私が先生に教わったことをたくさんのことを教わったんですが、短い期間ではあったんですけど、一緒に幼稚園に観察に行かせていただいていて、でその時に小安先生がとても幼稚に対して丁寧な言葉遣いで目と目を合わせて話を聞いていらっしゃったことがとても印象に残って、先生すごく学生にも丁寧に話をされるんですけれども、すごくそういった先生の真摯な姿っていうのが私にもすごく今の研究者としての在り方とても影響を受けているなというふうに思います。でもうご退官ということでとても寂しい気持ちはありますけれども、また今後も研究生活を続かれ
よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。続きまして、小林研究室の現在の大学院を代表しまして、博士課程1年の浅野恵さん、どうもお二人の方からのメッセージいただきまして大変ありがとうございました。それでは大変名残惜しいのですが、これをもちまして小林教授の最終講義及びセレモニーを終了いたします。それでは今一度盛大な拍手を持っていただきます。